ポンメルンは、ドイツ海軍の全土級戦艦、ドイッチュラント級戦艦の一隻。艦名は、プロイセンのポンメルン州にちなむ。ポンメルンは1904年3月にシュテッティンフル艦、造船所で寄港し、1905年12月2日、浸水、1907年8月6日に収益した。すでに土球戦艦時代が到来し、ポンメルンは、 襲撃時点で時代遅れであった。ポンメルンは戦争の最初の2年艦隊用艦隊に所属していた。戦争勃発時、第2戦艦戦隊のポンメルンやその同系艦は、イギリス軍による襲撃に対する防備のためルベガは、川口に配備されていた。1916年4月24日と25日、ポンメルンとその同系艦は、 第一偵察軍の巡洋戦艦を支援するため、土球戦艦部隊に加わった。巡洋戦艦には、イギリス沿岸への襲撃を行う任務が与えられていた。目標へ向かう途中、巡洋戦艦ザイドリッツが嫌いで損傷した。そのためザイドリッツは帰還させられ、残りの艦は作戦を続行した。視界不良のため、巡洋戦艦部隊は、 短時間ヤーマスとローストフトを砲撃した。ユトランド沖海戦戦前のポンメルン・ラインハルト・シェア提督はすぐに次の北海への出撃を計画したが、ザイドリッツの損傷のため作戦は5月末まで延期された。ポンメルンは第二戦艦戦隊に所属したままであり、その指揮官はフランツ・マウフェ少将に変わっていた。戦隊は、 ドイツの戦列の最後尾に位置していた。北への進撃の際、ドイツ艦隊の司令官、ラインハルトシェア提督は、全速でイギリスの第5戦艦戦隊を追跡する洋艦隊に命じた。低速のドイッチュラント級は、土級戦艦について行くことができず、落語した。開戦初日の夕方遅く、ひどく苦しめられていた第1偵察軍の巡洋戦艦は、 イギリス軍の追撃を受けていた。その救援のため、ポンメルンなどは、両軍の巡洋戦艦戦隊の間に入っていった。暗闇のためポンメルンは目標を捉えることが、できなかった。一方、ポンメルンの同警艦はそうではなかった。だが、その砲撃は、効果がなかった。他方、イギリスの巡洋戦艦は、ドイツの艦艇に命中弾を与え、 ポンメルンにもインドミタブルの発射した12インチ砲弾一発が命中した。この飛弾によりポンメルンは戦列から脱落した。マウフェテ督クは戦闘を打ち切るため進路変更を命じ、イギリス軍は追跡はしなかった。6月1日午前3時10分頃、ポンメルンはイギリス駆逐艦オンスロートに来撃された。最低1本。 もしかしたら2本の魚雷がポンメルンに命中した。魚雷の命中により17センチメートル方の弾薬庫の1つが爆発し、大爆発を引き起こした。爆発により缶は2つに折れた。後部は転覆して、スクリューを海上に出し、少なくとも20分は浮いていた。ポンメルン乗員839人は全員が死亡した。 1957年に残骸が引き上げられ、艦首の装飾は、ラボーのドイツ海軍記念館に展示されている。ありがとうございます。